みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。ジャズベとプレベは何が違うんじゃろうかみたいな質問をよくいただきますので、この動画の中でジャズベとプレベの違いについていろいろお話をさせていただこうかなと思います。けど、僕もそんなに詳しいわけではなく、僕が知っている範疇での話になると思うんですけれども、興味があれば、そんな疑問を持ったことがあれば、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。で、ジャズベ、プレベって言っちゃうと、そのフェンダーの登録商標になっちゃうので、僕はジャズベもプレベも持ったいんですが、こっちはいわゆる、フェルナンデスのジャズベースタイプって感じですかね。ジャズベースのコピーモデル、模倣品でございます。フェルナンデスの、プレベタイプのベース。で、それに対して、こちら側。マジ、ベースってすげえ重いっすね。なんか最近、アコギを持っていることが多いから、このベースの重さに、なんかもう、ヘトヘトです。こちらがそのビル・ロレンスの、ジャズベタイプのベースという感じです。コピーモデルですけれども、こちらの2つを使って解説をさせていただこうかなと思います。まず、この大きな特徴として、僕が思う一番大きな特徴は、ピックアップのレイアウトだと思います。プレベの場合は、なんかこの、なんていうんですか、なんかこの、なんか羊羹2つ並べたみたいな、なんかそんな感じのピックアップレイアウトで、こっちはなんかこう、なんかスティックチーズケーキ2つ並べたみたいな、なんかそんな感じのレイアウトじゃないですか。確か1951年とかそのぐらいにこのプレディションベースって発売、発表になってるんですよ。で、それから9年経って、1960年ぐらいにこのジャズベースが発表になっているはずなんです。なので、プレベを改良といいますか、もっと多彩な音作りができるようにということで、ピックアップを2つにして、いろんな音色に対応できるようにって作られたとか、なんかそんなコンセプトがあったような気がするんですが、そんな感じだったと思います。でも、プレベはプレベでね、またこの、ね、独特の面白さがあっていいんですけれども、そんな感じです。で、何気にこのシェイプも違うんですよ。僕、これ最近知ってびっくりしたんですけども、ジャズベとプレベって形違うんですよね。一番大きいなと思うのは、皆さんから見て5時ぐらいの方向。ジャズベの場合はちょっとこうふっくらと膨らんでるんですけども、プレベの場合は、そこまで膨らんでないと。なんかこう見比べてみると、ちょっと形が違うのがわかりますよね。で、これは機種によってまちまちなんで、一概には言えないんですけども、ジャズベの場合は、この黒いローズ指板というものが比較的多い気がします。で、比較的ネックが細いものが多いです。で、それに対して、プレベの場合は、なんかこのメープル指板という白い指板のものが多くて、比較的ネックが太いものが多いような気がします。機種によってまちまちなんで、一概には言えないんですけども、なんかそんなものが多いような気がします。なので、よくそのベース初心者の方が、初めてベースを買います、どんなベースがいいですかという問いに対して、ネックが細いからジャズベの方がいいよなんていう答えを出す方、結構いらっしゃるんですが、あながち間違いではないです。でも、そんな劇的に太くて、劇的に細いというわけではないので、最終的には見た目で選んでいただくのが一番いいかなと思うんですけどね。こういう黒が好きだったら黒を買えばいいですし、こういう木目が生きているようなナチュラルが好きだったらナチュラルを買えばいいし、という感じですね。では、ご卓はその辺にして、ちょっと実際に音を鳴らしてみましょうか。よいしょっと。まず、プレベからいってみましょう。プレベの場合はピックアップ2つあるんですけれども、これで1セットなので、このつまみはすごくシンプルです。ボリュームとトーンだけ。で、音は丸みがあったりとか、なんかモコモコプクプクしているようなイメージです。こんな感じ。こんな感じです。で、トーンを絞ればもちろんモコモコします。こんな感じでしょうか。こんな感じです。で、ジャズベに比べると比較的パワーがあったりとか、音圧があったりとかする場合が多いです。なので、ピックでこうガシ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 やったりとかすると、なんかロックバンドとかにすごい向くような感じですかね。
このベース、僕が持っているプレベタイプのこのフェルナンデスのベースは、これ、比較的プレベの中でもかなり出力が高いタイプなものでございまして、結構、ボリュームを抑えていても結構な量が出ます。で、この僕が持っているというか、まあ、これ借りているんですけれども、僕が借りているこのジャズベースは、比較的ジャズベースの中でも出力が弱い方でございまして、同じセッティングで音を出してみると結構音小さいです。ちょっと鳴らしてみましょうか。さっきよりも音量下がった感じしますよね。まあ、別にこの2本に限らず、比較的ジャズベースの方が出力は小さい傾向はあるような気がします。で、ピックアップが2つあるので、それぞれのこのピックアップのボリューム、このピックアップのボリューム、それと全体的なトーンというようなつまみになっております。ちょっと全開で弾いてみましょうか。こんな感じです。トーンを絞ってみます。さっき言ったとおり、そのピックアップが2つあるので、例えばこっちのリアのピックアップのみにしたい場合は、こっちのボリュームを絞ると、リアのみの出力になります。そうすると、こんな音色になります。こんな感じ。逆にフロントだけにすると、ちょっとプレベっぽくなります。おや？でしょうか。ちょっとなんかこの音色の変化が面白いですよね。またリアだけにしてみるとすると。こんな感じです。で、スラップとかしてみると、また音色が違って面白いんですけども、ちょっとそれは後ほど。なんかこのミックス具合によってもいろいろこの音は変えられることができますし、まあ、確かに幅広い音色じゃ幅広い音色はこっちの方が作れる感じですよね。けどやっぱりそのプレベはプレベなり の, その独特なサウンド、プクプクサウンドがあるので、やっぱこれが好きな人はやっぱプレベの方が好きという感じでしょうか。で、まあ、ちょここからまたその弾き比べをしてみたいんですけれども、ジャズベとプレベの違いみたい な, なんかこの検索キーワードでその、ね、検索したりとかすると、シンプルなドラムトラックとそれぞれのベースのこの弾き比べはよくあるじゃないですか。よくあるんですよ。で、まあ、僕が思うに、そのドラムとベースだけを聴き比べてもあんまり意味がないと思っていまして、別に意味がないわけではないんですけれども、そのベースの音色の違いがバンドアンサンブルにどう変化をもたらすのかの方が僕は大事だと思うんですよ。なので、まあ僕が最近公開した動画の中で、音源の中で一番新しいのが多分、去年のクリスマスのやつだと思うので、ちょっとクリスマスのトラックをこの動画の中で1回弾いてみます。ジャズベで1回弾いてみて、プレベで1回弾いてみてと。で、その中でスラップもしたりとかしているので、ちょっと今から聴き比べてみてください。それでは、どうぞ。
あ、そんな感じでアンサンブルの中でのベースの弾き分けをしてみて、聴き比べをしていただきました。どうでしょうか。やっぱりベースの音が変わると、アンサンブルのこの雰囲気みたいなのが結構ガラリと変わってくる感じですよね。けど別にこれはその何がいいとか何が悪いとかじゃなくて、どういうスタイルにしていきたいか、どういう響きにしていきたいか、どういうふうに仕上げたいか、まあ、それぞれがそのバンドのメンバーさんだったりとか、その個人の、ね、そのスタイルだったりとか、まあ、そういったものをいろいろとこう、ね、加味していって、まあ使うベースを決めていくなんていうのもすごく面白いかななんて思います。まあ、いい悪いじゃなくてね、本当なんかどうしたいかって感じですよ。でもまあ、そのイメージっていうものがやっぱりありますから、これはベース、ジャズベじゃなきゃダメだとか、プレベじゃなきゃダメだと、もうそういうのがあるんだったらそういうのを優先するべきだと思います。例えばこの、なんだろう、プレベっぽいやつ。ジャズベで。とかって弾いても、やっぱりなんかちょっと、って感じになるじゃないですか。やっぱりまあこんな、この曲はもう、やっぱ皆さん、プレベの音が耳に染みついていると思うので、やっぱりジャズベで弾いちゃうと、なんかちょっとイメージ違うと、やっぱなってしまうと。プレベで弾くと、こんな感じで弾いた方がやっぱりなんか、ああ、やっぱそうだよねというふうになるじゃないですか。まあ、こんな感じでそのイメージがしっかりとしているんだったらそれに従うべきですし、そういうのがまだ模索中でしたらいろいろこの、ね、試してみると、面白いかなと思います。まあ、そんな感じでプレベとジャズベの違いを、あまり知らないながらもいろいろとこのお話をさせていただきました。まあ、音の聴き比べとかもして、ね、その皆さん自身で気づいたこととか、なんか思ったこととか感じたことあるかと思いますので、ぜひ今回 その感想を大切にしていただいて、今後の音楽の楽しむ糧にしていただけたら嬉しいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。